フースバルクラブチューリッヒは、スイス北部、チューリッヒ州の州都チューリッヒに本拠を置く、サッカークラブである。1896年8月に FC トゥリクム、FC エクセルシオール、FC ビクトリアの3クラブが合併して、FC チューリッヒが創設された。同都市のグラスホッパーズのサポーターに、中流層が多い一方、FC チューリッヒのサポーターには労働者層が多い、傾向にある。 19世紀には後に FC バルセロナの創設者となるハンス・ガンパーも在籍した。1960年代から1970年代にかけて多くのタイトルを獲得し UEFA チャンピオンズカップでも1963から64シーズンと1976から77シーズンに準決勝に進出した。 2005から06シーズンに25年ぶりのリーグ優勝を果たし、2006から07シーズンも連覇した。2015から16シーズンは開幕からつまずき、2015年8月21日に元フィンランド代表のサミヒーピアが就任したが、浮上のきっかけをつかめず、2016年4月24日の BSC ヤングボーイズ戦以降、 5連敗を喫したことで一気に最下位に転落し、5月12日にヒーピア監督は解任された。同月25日の FC ファドゥツ戦は勝利で締めくくったものの残留を争う9位 FC、ルガーノも FC ザンクトガレに3-0で勝利したため、1988年以来28年ぶりにチャレンジリーグに降格することになった。 公格決定から4日後の同月29日に行われたスイスカップ決勝では残留を争ったルガーノに1から0で勝利し2年ぶり9度目の優勝を飾ったと同時に UEFA ヨーロッパリーグ2016から17のグループステージからの出場権を獲得した。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。